皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオ 3D コレクション64編パート21やっていきましょう。今回は水浸しティ完全クリア目指して頑張っていきたいと思います。まずは前回できなかった浅瀬と空のシークレット、これが本当に意味がわからないんですけど、まあ浅瀬とと書いてあったので浅瀬からスタートしていきましょうか。シークレットということはシークレットコインを集めるんじゃないかなと思っているので、とりあえず100枚コインをやるつもりで全部のコインを集めていきましょう。そうすれば1個ぐらいはシークレットコインが待って見つかるんじゃないでしょうか。っていうかあれか、なんかあれが露骨に怪しいんですけど、じゃあこの台を押してなんとか集めていきましょう。え、あ、待て、今さ1番って出たということはこれ1個見つけたんじゃないか。え、そういうこと、コインじゃないのコインじゃ、おーっと2番がゲットできた。え、ブロック関係なし、あ、コイン関係なしシークレットコインじゃないみたいですね。シークレットポイントを集めるという感じなんでしょうか。ここは怪しくない、違いました。3番はどこにあるんでしょうか。あ、待って、それが怪しい、それが絶対に怪しいんですけど、絶対これでしょう。はい、グーッと押しましてですよね。待て、ブロックだ、ブロックを押していけば3番、あ、あと4番と5番がまた見つかると。熱いな、熱いんですけども、待って、水位を上げよう、水位を上げないとこの先進めないと思います。そしたらグーッと上げまして、あれ、この分しか上がらないんですか。だとしたらそこをまた上げるしかないですね。落ち着け落ち着け、ビリ級に当たら、あ、どど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 ど、アップな。はい、じゃあこれでまた水位を上げまして、落ち着け落ち着け、ビリ級に当たらず進んでいきましょうね。待て、ブロックがさあと1個確か上にあったと思いますので、そちらを狙っていきましょう。1、2の3段ジャンプで登れないですね。なんだった、ゼンマイの、ゼンマイくんの力を借りないと登れないみたいです。ゼンマイくんという名前なのかどうなのかは定かではありませんけど、やめて待て、本当にそういうの禁止、落ち着け落ち着け。体力がなくなってやられるというのはちょっと MK さん良くないと思います。あぶ、待って待って待って、これ避けれないじゃん、どうやってもどうやっても今のは避けれないでしょうか。そしたら、あ、待てよ、ここに1個あったような気がする、確か前回だったか前々回だか、ここで1個見つけたような気がしますね。 OKOKOK、 あと何個か分かりませんけど絶対それだと思いますので、こちらを押していきましょう。全部で7個か8個なんでしょうか。あれあれ待って待って、あれ、ここじゃない、ここっぽいけど、あれ、うっそ、違った違ったんですけど、黄色か、あ、黄色ブロックが怪しい、ということはこの上か、この上に1個あったような気がするんですけど、違いましたっけ。はい、じゃあここ上登りまして、ありました、これが5個目だと助かるんですけど、どうなんでしょうか。 OK、 全部で5個か、7個か8個ぐらい集めないといけないのかと思ったんですけど、そういうわけではないみたいですね。そして待てよ、そこまで行きたいんですけど、これ届く、届かないような気がするけど、ここは MK さん決死のジャンプやっていきたいと思います。行くよ、はい、ここ幅跳びどうでしょうか。マリちゃん届いて、素晴らしい、足場を見ないで着地できるという、テクニカルプレイだったんですけど、はい、とりあえず1枚ゲットできました。むずくねえか今のシークレットポイントか、シークレットコインだと思ったんですけど、そしたら待て、うわ、結構集まってんな。100枚コイン先にやっちゃいましょうか。多分あと1つスターがあるんですけど、それをやりながら100枚コイン行きたいと思います。ダウンタウンをかけろってことは、ダウンタウンまで行かないといけないので、その前に、100枚コインやっていきましょう。ダウンタウンは満水の時しか行けませんからね。そしたらアメンボは後ででもいいのか、そっかアメンボは後ででも倒せるということに気づいたんですけど、まあまあまあ取れるものは取っておきましょう。そしたら、はい、ここにもコインが入っていました。結構100枚簡単じゃないか。さっきの段階で46枚ぐらいは集まっていたので、残り半分でしょ、結構いけそう。待って、シークレットポイント出したくはないんですけど、まあ出さざるを得ないので、それもやりながら行きましょうか。だとしたらシークレットポイントも、あー、でもそれは無理だな。そう、3つのスターを一気に取るということはできないので、マックスでも2つなんですよね。はい、ここを叩きまして、 OKOKOK、 あれ、あ、 OKOKOK、 はい、ここ1枚またコインを取りまして、ここは出ないのか、なんか出そうな感じしますけどね。そしたらここ上に上がって、そこのアメンボちゃんパンチでも、あちゃ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 、オッケーオッケーオッケー、はい、ここ3枚ゲットしまして、青コインも取っていきましょう。待てよ、熱いのはやめて
待って、青コインどこに出る、どこに出るのか分かっていないんですけど、おっとこの周り、はい、じゃあここパーッと行きまして、青コインは1枚で5枚分ですからね、取らおうとと取らない手はないでしょう。そしたらここを集めて、あれもう終わりか、一段階推移上げようか。じゃあ、待って、そこにもあった、危な。そこのコインもしっかり集めていきましょう。簡単か？もう58枚ゲットしちゃったんですけど、はい、じゃあここの推移を上げまして、で、そこももう一段階上げていきましょう。さっきのゼンマイ、あれ、ゼンマイくんって倒せる？倒せないような気がしてるんですけど、とりあえず倒さなくてもいけそうなので無理はせずやっていきましょう。そして待てよ、そこもあるな。スタート地点の後ろ側、そこにも黄色いブロックがありますので、しっかり叩いていきましょう。おーだだだだだだだ、いや結構さ、この操作が難しいんです。はい、ここを叩いて、オッケーオッケーオッケー、3枚ゲット。こっち側にはあります、あれ、これはこれなんだったっけ。あー、なるほど、もう一段階推移上げちゃった方がいいか、ちょっとわかりませんけど上げちゃうか。じゃあここの推移を上げまして、あ、そっち側にもありそう、ありそうっていうか絶対ある。確かそこにスターが1枚あったと思いますので、そこのところをとととととのののののそこのところのコインも取っていきましょう。落ち着け、あれそれってスターだけだったっけ、あれコインやったっけか、ちょっと忘れちゃったんですけど、あー、マリちゃん嘘だ。いや待って、スターだけだったような気がする。なので無視しましょう。そこは無視して進んでいきたいと思います。まあまあまあ、コインだとしても足りるでしょう。落ち着け。ここは反転ジャンプ、オッケーオッケーオッケー。でビリ球に当たらないようにくるっと回ってコインを集めていきましょうね。オッケーオッケーオッケー。そしたらここも、あーらら。そしたらここ、あーらららら、反転ジャンプがいい、あらら。反転ジャンプがいいんですけど、反転ジャンプ、オッケーオッケーオッケー。でここのコイン、まあ1枚、あ、待って、いいや、1枚ぐらいいいや。83枚取れました。あと7枚なので、あれ、あと17枚か、17枚なので、まあダウンタウンに行けば確実にゲットできるでしょう。満水にしないとダウンタウンには行けないんですけど、満水にするためのスイッチってどこでしたっけ。はい、ここでまた3枚ゲットしまして、この上か、待てよ、ダウンタウンに行くための道が、あー、その前にここ、その前にここのスターを、スターじゃねえや、コインを取っておきましょう。いや今までで一番100枚コインが簡単説があるんですけど、はい、じゃあこいつを叩きまして、おきゃー、1枚取り逃したけどいいや、あと5枚なのでちゃちゃっと取っていきたいと思います。なんかありすぎじゃない、コインがありすぎな気がする。はい、とりあえずここで100枚コインはゲットできました。素晴らしい。これが74枚目か。はい、ここでセーブしておきまして、あと1枚、ダウンタウンのやつをやりたいのでラストの推移を上げたいんですけど、落ち着け、マリちゃん待って、マリちゃんカメラがちょっとおかしくなっちゃってるんですけども、あいつが、あー待って、来ちゃうか来ちゃうか、あいつが来る前に物事を進めたかった、来ないでね、あ、引っかかってる。引っかかってるうちに進んでしまいましょう。ラスト、あーららら、ら、嘘でしょ。うーわ、やらかした。そこ行ける？そこ三段ジャンプで登れるんでしたっけ？ちょっと待って、マリちゃん視点一回やめました。あそこか。落ち着け。1、2の3段ジャンプ、オッケーオッケーオッケー。はい、でここ壁キックで落ちないで、ちょっと待ってちょっと待って、なるべく落ちずに行きましょうね。危ない危ない危ない、ほんと危ない、ほんと危ない、ほんとあなた危ない、ほんとあなた、待って待って待って、来てる来てる来てるよ。ここ上に上がって落ち着け。なんで回せないの、なぜかカメラが、なぜかカメラが回せない、嘘でしょ。後ろ向きの方がやりやすいと思うんですけど、うわきつくねえかこれ、落ちたたたたたた落ちやすいんだってこ、あら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 、待って、走ら、あー、うそ、もうむずくねえかそこ、そこ上上がる必要ある、いやあるよね、そこの上上がらないと多分無理だ。むず、1、2の3段ジャンプで上上がる、ここまではいいんですけど、待てよ、あそこのパンチングマシンが怖すぎる。そしてさっきコインを取りすぎたせいで体力を回復する手段がないよ。やめてやめてやめて。とりあえず、はい、ここ上、あたたたたた、上登って、よちよち歩きで行く？うわ、うわ、うわ、むずいって、むずいって、うわ、むずいってむずいって、走れ走れ走れ、あ、危ない、オッケー、あ、オッケーオッケー、待て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 、水位を上げたいだけなんだ、MK さんは。水位を上げたい。どこ？水位上げるのどこ？とりあえずここ登るけど、ここスターが出ちゃうので、
え、水位上げるのどこ最後？ないんだけど。出る1回。1回出た方が簡単か？そっち、そこか？うわ、そこありそうな気もするけどさ。むずくねえかって。じゃん、待って待って、ジャンプ、ダイブ、オッケーオッケーオッケー。はい、これで、あーと、あ、なになに、なになに、もうわからんかった。わからんかったから、1回出ちゃおう。しっかり入り直しましょう。一番上から入れば、どうせ満水にはなるんでね。こうやっている暇があったら入り直した方が早いでしょう。もう最終的にどうすれば満水になるのかわからなかったので、わかる方いたらぜひ教えてください。そしたらここは一番上から入っていく。あれ？今のちょっと怪しくなかったか？一番上から入ったか、真ん中あたりで入ったか、怪しかったと思うんですけど、満水ありがとう。うわ、そこだ。うわ、そこにあった、ほら。うわ、分かりづらいって、それは。それはちょっと難易度高すぎないか？はい、そしたらこの中入っていきましょう。ダウンタウンをかけろということなんですけど、なんかね、変な金網があるんですよ。多分その中に入らないといけないと思うので、透明棒が必須だと思いますけど、透明棒なんてありましたっけ？なんかメタルマリオはあったような気がする。だけど透明棒がダウンタウンにあったかはちょっと覚えがありませんね。まあなんとか探していきましょう。ここの金網を抜けて、そこのね、なんかね、端っこあたりに、ほらほら、あったあったあった、あれだ、あれなんですけど、どこにあるんだ透明棒は。ここの上にほらメタルマリオはあるんですけども、メタルマリオ関係ないか。とりあえずこれ取っておく。はい、ここメタルマリオを取りまして、え、透明棒がさ、あった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 よ、あったよ、あったよ。メタル、待って、メタル透明になる意味はないと思いますので、ここで透明棒を取ったら、あっちにも泳いでいくみたいな、そういう感じで行きましょう。早くメタル溶けて。メタルである意味が全くないんですけど、よし、行くぞ。行くぞ、行くぞ、行くぞ。はい、ここ、あれ？あ、待てよ、これさ、水中だと叩けないとか、そういうのある？あ、やらかしたかもしんない。水中だと、ブロック叩けないとか、そういう、うわ、これ叩けないっぽいぞ。ヒップドロップ、あ、ヒップ、あ、無理か。ヒップドロップでも無理ですよね。水中だと、ブロック叩けないわ。これ滑る。ダメだ。だとしたら、一旦ここ水位を下げまして、あそこだ。水位を下げまして、透明棒を取って、いや待てよ、スイッチか。なんかね、ここにね、スイッチがあるんですよ。で、ここのスイッチが確かっていうか、あの前回確認した感じだと、金網の中に足場を作る感じのスイッチだったので、スイッチを押して、いや待って、どっちが長いんだろう。透明棒を取ってスイッチを押す、それとも、いや多分こっちが合ってる。透明棒を取って急いでスイッチを押す、でその後に急いであっちの金網に行く。よし、それで行きましょう。そしたら、はい、ここスイッチを押しまして、で急いで金網の方に向かっていく。急げマリちゃん、間に合うはずだ。オッケー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 。でここ、こう行って、待って待って、落ち着け落ち着け。でここで落ち着け落ち着け、待って、間に合う間に合う間に合うって、間に合うって、マリちゃんマリちゃんマリちゃん、オッケー、危ねえ。めちゃくちゃ危ないけど、なんとか取れました。はい、そしたらここ上に行きまして、オッケー。むずくねえか今の。今のちょっとギリギリすぎないか。はい、これでなんとか水浸しティ全部終わりましたよね。一応確認しましょうか。はい、ここで、あれ？あれ？あ、合ってるね、合ってるね。はい、全部取っております。うわ、待って、あっちっち砂漠とかファイアバブルランドがちょっと全部取れていないので、次回そっから行こうか。あっちっち砂漠の100枚コイン、いや、結構きつそうだな。結構きつそうだけど、もうなんか最近水のステージばっかりやってたんで、久しぶりに砂漠のステージに行ってみましょう。そしたらここ下降りまして、あっちっち砂漠、どこだったっけ？ここ下降りて、壁の中に入っていくんですよね。そしたら、あ、まだ、待って、なんか久しぶりに来たからちょっと感覚があれなんですけど、確かこっちで合ってるはず。あっちっち砂漠とファイアバブルランドの100枚コイン、じゃあ次回はやっていきましょうか。よーし、じゃあ今回はこれぐらいで終わっておきましょう。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。